it ビジネススアナリストの深田萌えです今回は今後の安倍派を継ぐのは〇〇議員だということについて、八幡先生に解説いただきたいと思います。八幡先生、よろしくお願いします。安倍さんのね、うん、あの銃撃事件の後から、まあ、いよいよ、令和会を今後継ぐのは誰なのかというところで、うん、まあいろいろね、うん えまあ正解でも噂があったんですけどそのうちの候補だったねえまあ萩生田さんなんかに今メディアがかなりねバッシングをしているような状態なんですけど。 どうなりますけ、ねまあ,あの、これはですね、安倍さんがってた時から、次に安倍さん以外の、ねはい、総裁候補を安倍派が出せるとしたら、あそれは西村経済産業大臣か、はい、羽生田さんか、どちらかだろうなとみんな思ってたんですね。はい、で、それに加えてもう一人、松野官房長官、えーまあ、これはですね、まあ、どちらかというと、幹事長、官房長 副総裁向きと普通は言われてる人なんですね。まあ非常に、えー、まあ,あまあ腰の低い人で、はい、まああのお官房長官としてもねあんまり、えー、そのテレビに一切出ないんです。えー、で要するにあにものすごく真面目に。えーえー 記者会見はやると。はい、で、テレビでなんかあ、出ていろんなこと言ったり、これしないんですね。えーえー、なるほど、今やっぱり、あの、安倍派があのリーダーいない中で、まあ、安倍さんと岸田さんをね、つないでうまくやってるのは、やっぱり松野さんだと思いますね。あ,すえー、あの、松下政経塾出身なんで、まあ、野党の人たちとも、はいうん、まあ、あのー、 かけ込みでらっていうかね、はいえー、なってて、まあ、非常にあのそういう意味で、えー、有望なあの、いい働きをしてんだと思いますし、まあ、ただあその、だから結局、おその縁の下のねあの力持ちが表舞台で出るっていうのは、 あの、すなさん見てもそういうこともありますから。あそうですよね、うん。そういうこともあるかもしれないけども、うん、普通にやっぱり、なんていうのかなあ、その、首相候補っていう風な花があるのは西村さんと、うん、それから、は生田さんだと。はい、で、まあ、あのに、西村さんはね、特にね、あの、西村さんのは、まあ、あの、兵庫出身なんだけれども、ええうん あの奥さんが、吹田明さんっていう第二子の娘なんですね。うん、な何を起きるですか吹田明,福田明もう亡くなってます。<ー>でこれはね、あの岸信介さんの秘書で、うん、で岸信介さんが第二子を引退した後、地盤を継いだ人なんです。うん、まあだからね、その、まあ半ば、あ安倍ファミリーの準構成員みたいな、うん、あところもあってね。 でまああの三日でもねなかなかいいでしょあで、ねあの。東大のボクシング部でね、うん、あの昔あの六本木で、えー、でもモテにモテてね西村くん西村さんって言ったら女の子がみんな振り向いたっていう伝説が。 持てた,たんです、ものすごく。若い頃はとても有名だったんですが。うん、なんだけど、<ー>まあだから、ただね、あの、彼が、あその、ね、やっぱり政治家的な懐とかいうことで言うと、羽生田さんにはね、うん、えー、みかな、わないかもしれないし、あまあこれから彼が今あの、例えば原子力の問題とか抱えてる中で、<ー>しっかりとし違った仕事をやったら、やっぱり西村さんしかないよね、と。 ななるかなとでそれからもう1代1世代飛ばすということになるとね例えば福田さんあの前の総務会長ですね、えー、福田康夫さんの子供、はい、武雄総理の孫、はいはい、まあこういう人も次の世代だったら出てくるかもしれないし、えー、まあ女性だとね稲田さんが、はい、まあちょっとその。 最後の方を少し、なんていうか、リベラル化したというか、リベラル化したと言っても、あの、LGBT 問題と、そうなんですよ。だから、あの、そういう、いわゆる政治思想においては全然変わってないんでね。スマホ州で LGBT だけが一個増えたって感じだから、そういうところで、やっぱりぐるっと一回りしてね、その、 稲田さんなら、あの、保守以外の人も、やれるじゃないかっていうふうになってくるかもしれないし。うん、で、まあ、高市さんは、じゃあどうなのかというと。と高市さんって安倍派に戻ってくじゃすか。じゃあ,、まあ、難しいでしょうね。なんで難しいんですかんいや、やっぱり一回出た人だっていうのと、はい、安倍さんが生ってたら戻してもらえたかもしれんけど、<ー>今となってはなかなか難しいんで、んまあ、だから今、高市さんがあるとすると、まあ、安倍派が分裂して、 えー、というか、まあ、あの、本当に分裂しなくても、総裁選挙では、もうお、自主投票組と、お高市、えー、支持派に分かれるとかね、うそういうのがあるかもしれないし、あるいは、高市派を作って結構、それが伸びてったら、また、その、 一旦分裂してから一緒になったりね。うん、まあいろいろあると思いますよ。えー、で、まあそれからあとは、まああの、もし、今の段階でね、はい、えそのお、安倍さんが、岸田さんが、はい、例えばよ、お急に、えー、その、病院でもなるとかでやれなくなったら、あ安倍さんは誰を総理にすべきだって言ったって言ったら、もうこれは確定的に茂手人さんですよ。え 茂木さんなんなです、うん、それはね、やっぱり、茂木さんというのは、あのやっぱり仕事しですからね、はいでまあ。安倍さんがよく言ってたのはあ、その茂木さんに仕事を頼むと、僕がこれだけのことをやってくれたらいいなと思った以上の仕事がちゃんとできると。あそういうふうに評価されるこですか、うんで。それは対外交渉でも、国内でもそれができる。<ー>うまあ、ただまあねあねの なかなかきつい人ですからね、はい、あのなかなか一般的な人気が出るのかとか、その年おじいちゃんたちがね、えー、納得するかっていうのはあると思いますよ。えー、でも、安倍さんが今、誰指名するかっていったら、そうなんですか、うん、意外、えー。じゃあね、うん、今、うん、ちょっと序列でいくと、うん、こうそのね、 国葬の後に誰がその清和会のトップになるかっていうのは決まるみたいな流れになってると思うんですけど、ど,どういう序列でいきそうですか、ねうん、だから、もしだからまとまるとするとね、いや、そのいやだか誰か本当にあの、いや、おじいちゃんをとりあえず置いとくとかっていうのを別にして言うなら、うん、岸信夫さんをね、はい、とりあえず、まあ、あ<ー>立てとくっていうのはあると思いますよ。あそすね、それはだと思うあ、まあ、ただうたねねややっっぱぱりり彼の中心はもう一つ しばらく、まあ、総裁候補は立てない。だから、えーまあ、とりあえずは私はあの岸信夫さんを、うんまああまあ、トップに立てるかどうかともかくもう団,結団結の中心に据えて、でそれで,その、うん、で、据えといて、その上でね。 あの岸,さん岸田さんに、えー、安倍さんの野党の約束のとおり、ね、憲法改正とか、あそれから、後継者問題を片付けてくださいと、うん、それなら次は支持しますけど、それでやってくれないんなら、支持できませんよっていう圧力をかけていくと、うこういうことが正しいんじゃないでしょうかね、最初から岸田さんダメと言っちゃうとね、えー、もうこれはトップがいない。 いその派閥ですからね。はいろいろなところから一本ずりされて、崩れていくんじゃないでしょうかね。あ、今でも、なんか崩れそうな雰囲気ありますか。うん、分裂しそうな雰囲気ってあるんですか。やっぱり。いや、そんな簡単にはならない。なない,いや、誰も分裂をして得する。すね、いいと思う人がいないんでね。でさ、河野さんとかね。まあ、いわば敵に当たる人はそういうだろうけれども。えー、まあ、民案、岸田さんは別にそ分裂、弱いまま。 あそのまとまっててくれた方が、岸田さんだっていいんですよ、ね、ああ、なるほど、じゃあ今、結構そのね、えー、新政権に高市さんとかね、うんえー、もらったけれども、うん、今、叩かれて、萩生田さんも政調会長になったけど、叩かれて、うん、このシチュエーションって、岸田さん的にはどうなんですか、うんあ、炎上して失敗したって思ってるんですか。うんまあうん、いやまあ あのー、一部はね、えーうんまあ、この,あの安,倍さん安倍派がね、ちょっとね、安倍派を、ね、もろもろね、ちょっと岸田さんに言い過ぎたところがあるんですよ。例えば国葬を例に取るとね、安倍派から国葬しろしろと言ったんですよ。はい、こんなこと言わない方がいいんですよ。っていうのは、裏で言いやいい話で、ね、まあ裏で話し続けたほうが、ね、それをね、なんかね、安倍派にね、 要求されて渋々やるっていう形になったんで、こんなことになってるんですよ、やっぱり。うん、で、だから、えー、安倍派もちょっと反省するべきなんだけど、えー、その岸田派もね、えー、その、うん、ちょっと安倍派のイメージが悪くなってもね、構わないっていう感じがちょっとあったですよね。<ー>で、だけど、それがあ、だからその統一教会問題がそうじゃないですか。えー、で、そしたら自分の方に降りかかってきてしまったって。<laughs> ブーメラン。で、なんでね、そうかっていうとね、やっぱり、 統一協会問題でね、本当にそれはね、はい、あの、べったり、えー、した人はいるわけですよ。はい、だけどね、大抵はね、支持者の、有力支持者の中にね、関係者がいるとか、そういう話でね、そんなのね、例えば地方議員とかね、第二子でも、地盤が弱い人なんか行ってられませんよね、うん。どこでも行きますよ、ね。いや、というか、そうね、いや、というか、それは、それ言ったね、は可哀想なんで、それは岸田さん守らんなきゃダメですよ。うん でも、岸田さんもなんか、でもあの、収束させようとして、まあ統一問題はなんかね、あのちゃんと徹底的に調査するっておっしゃってますよ、ね、でも調査してどうすんのよとかね、<laughs> うん、いや、だからちゃんと線引かないとね、まあ例えばの日韓トンネル問題とかね、えー、あれなんかね、別にね、あのー、 別に統一教会があれに賛成してるのは事実だけれどもし、うん、だけど、<っ>そうじゃなくたって、戦前から計画はある話なわけですよ。日韓トンネル問題って誰が始めたんですかいや、戦前ですよ。戦前,前からあるんですか戦前の年に、あの要するに満州まで鉄道を引こうとしたんですよ。えー <laughs> 修理かだから <laughs> だそう、だから新幹線を作ってね、ええ、まずは下野まで。ええ、で、その次はにトンネルを掘ってっていう結果があったんですよ。あーなるほど。でだから、何もその、統一教会が言い出した話でも何でもないし、ね。満鉄リバイバルだった,たそうなんですよ。<ー>でだから、あの、あれに賛成してる人がね、 その統一教会系団なんて、そんなバカな話がね、えー、その例えばの原田さんなんかでもね、うん、もう言われてるけど、それはかわいそうですよ。だから、そんなところまで巻き込んじゃいかんのです、やっぱり。基本的に選挙弱い国会議員は、団体に呼ばれたら顔出し,します、ね、そうなんですあ、今回も萩生田さんね、なんかあの統一総うか、ん、幸福の区画、なんか三ツ駆けやがってみたいな報道があって、うん、あだからね萩生田さんは、 はね、はい、あれは特殊な問題で。で特殊なとい,いうのはやっぱり八王子の彼の選挙区があ,あの富士美術館とかあのいろいろあの創価学会の準本拠地みたいなとこな,で、ね、なんですよで。だからそれはやっぱりそこの地元でやるっていうね。えー、ならばねやっぱりあの ちょっと他のとことはね、ええあの、公明党もね、配慮してくれよっていう気持ちは当然あると思うんですよ。うんでも、公明党にも選挙をお願いしますってやってたんでしょ、だからそこのところで、やっぱりね、てかこの、うんうん、統一教会からとちょっと付き合ってたやつは、 あ応援しないとまで総合学会いや公明党も言ってこなかったですよ、もちろん。うん、そうですよね。だけれども、やっぱりね、えー、それぞれの事情に応じて、あんまりやりすぎるとね、えー、まあこれもいろいろ条件があって、うんえー、しっかりお返しをすれば別ですよ。えー、だから、総合学会が嫌なことを言ってる人でも、ちゃんと総合、公明党の票が増えるように努力をすれば、まあそういうしょうもないかな、うん、ってなるわけですよ。うん そこはだから、全体のやっぱり世の中に人間同士の付き合いなんだから。 貸し借り感情の話だから、だけど、ちょっとあの八王子の地元ではちょっとまずかったんでしょうね。だから、公明党が特に怒ってるのは、公明党が怒ってるのは、もだと思いますし物ってただ、やっぱりもう一方で言うと、羽生田さんみたいにね、そういう市会議員かなんかからね叩き上げた人っていうのは、もうそれは支援者へり好みできないんで、ね だから、だから、だから安倍さんが、安倍さんはまあ安倍派を率いるようになってから、ちょっとね、はい、あの統一教会議にちょっと甘くなったかもしれないんだけど、はい、それまでは自分の選挙も強いもんだから、こういうか,あのかなり距離を置く感じだったのは、やっぱり安倍さんが強いからなんだよね。はい 選挙の成からちょっと距離を取ってたけど、っていう。だからそこもあるからね。あんまり、まあ、うん、あの距離だけでものは言えないと思います。先生、じゃあ、そろそろ結論でね。うん、ええと、まあ、先生のおすすめは安倍派をまとめるんだったら、岸信夫さんだよっていうところなんですけど、今、事実上、この安倍派のトップレースで今。 一番、二番、三番、四番って、この順番をつけるとしたら、どれ、どういう序列になりますかうん、だからまあ、今、服、あの福、服でいやいや、あの、羽生田西村の戦いで、はい。えー、その、はにゅうさん、転倒という、はい。状況ですからね。はい。はにゅう、は対西村の戦いになってまあ、基本はそうだったんです。もともとそうだった だからそういう意味で言うと、西村さんはいわばあのトップに先頭を取って、ここでコこれで風当たりが強くなったから頑張りきれるかどうかという正念場だ、うん、ということじゃないですか。でまあ彼は私はあのその才能も十分あると思いますけどね。うん、ということで、えー、今回。 安倍派の次のトップになるのは誰なのかというところを、え、うん、岩田先生にご解説いただきました。萩生田対西村の戦いとなりそうです。えー、本日もありがとうございました。